はいどうも、なめこのぼじ旅、りょんたんです。前回の動画でね、マリオットボンボイのプラチナチャレンジ、それにね、ちょっと挑戦しますと言ったんですけども、早速ね、ホテルで一泊してきましたんで、ちょっと報告がてらね、ちょっと紹介していきたいと思います。今回からね、16泊しますんで、全部で16回になるんかな。ちょっと連泊した場合わかんないですけども、そんな感じでね、1回目、2回目、3回目っていう形で、こんなホテル泊まってきました。費用発表するかな、ってな感じでね、ちょっと、紹介していきたいと思います。はい。そしてまずね、画面に映ってますのはね、まず近場、僕の家から一番近いところにありますね、ザ・ウェスティン・アワジということで、そちらの方に画面の方では向かっております。はい。正面にね、映ってるのが僕の動画でも結構いろいろね出てきました、車ではね何回も通ったことがあるんですけども、かの有名なね、世界最大の架け橋、明石海峡橋ということで、山陽電鉄ね、三電で一番のね、最寄り駅というんでしょうかね、舞子公園駅までやってきましたと。なかなかね、やっぱ三電で僕の生活ではあんま乗ることないんですけども、あんまね、普段乗らへん人間からするとちょっと楽しいですね、三電乗るのも。ってことで、まずね、そこの駅から降りまして、高速バスですね、に乗っていきます。こちらね、そのすぐ近くにある高速舞子ですね、そちらの方のバス停に登っております。ちょうどね、橋の上がバス停に、高速バスのバス停になりますんで、こんな感じでエレベーターとか階段ね、テクテク登って、高速道路沿いの乗り場にね、到着ですと。はい。こんな感じでね、すぐ目の前は何て言うんでしょう、高速のね、本線ですね、で車がビュービューね走ってるんですけど、普段ここ走る身からすると、ちょっとその脇にね、こんな感じで立つっていうのはなかなか新鮮ですね。で、バスに乗り込みまして、出発ですね。車持ってたらね、淡路島なんかすぐっていう感じなんですけど、車がないとね、どうやって渡るんやろうとは思ってたんですけど、案外ね、こういった感じで高速バスね、他にも神戸とか三宮駅からもね、出発してるんで、案外ね、淡路島って遠いように見えて、ね、車持ってない人でも手軽に、お手軽にね、行けるところなんで、もしね、関西圏でプラチナチャレンジ、探してる、挑戦にね、しようと考えている方いるんであれば、案外ね、この淡路島行くのもおすすめですね。そして今回泊まりますホテルね、ザ・ウェスティン・淡路なんですけども、かつてのね、淡路花博ですね、そちらが行われてた会場にありますね。淡路夢舞台というとこらしいんですけども、だいたいね、ここでしたら舞子の駅からバスで15分ほどで到着ということで、間ねちょっと病院とか寄ったりしながら到着するんですけども、ね、あっちゅうまで、舞子からでしたら高速バス520円ということで、三宮からでしたらね、だいたい1000円ぐらいで行けるみたいです。時間の方が45分ぐらいですね。ということで、案外ね、さっきも同じこと言うんですけども、近いですね。で、到着までのね、車窓をバックに、今後のね、プラチナチャレンジの方向性なんですけども、前回にも言ったんですけども、ちょっとね、今仕事とか、地元の消防団とか、なんやかんや忙しいんで、なかなかね、そういった長期連休でお安くとかね、海外で効率よくっていうのがね、難しい状態です。なんでね、とりあえずね、もう割高でもしゃあないということで、あと残り15泊分ですね、予約をもう入れちゃいましたと。ただ予約もね、やっぱ急にちょっと消防の用事ができたりするんで、変更がね、後々可能な、キャンセルというか、前日までね、変更が可能な、比較的割高なね、料金飲んで申し込んでますんで、費用総額はね、結構今恐ろしい、ところまでなってますと。ただその代わりね、十分楽しめることは楽しもうということでね、ラウンジ付きのちょっといい部屋にしたりとかね、うまいことね、なんだかんだしておりますと。はい。そして到着といった感じで、入り口はね、こんな感じとなってます。結構ね、全体通してコンクリートでがっつりね、固めたような無機質といいますか、そんなね、デザインですね。こちらはフロントのあります2階、そして1階をね、深夜、0時過ぎだったかな、にちょっとね、
徘徊、深夜徘徊した時の映像ですね。やっぱね、日中とかね、夜とかまだ人がね、わんさかいまして、なかなかこんな感じで全体をね、撮りにくいともありまして、まあね、夜にね、ふらふらと、抜け出してきておりますと。はい。でもね、こちら、まあ他のホテルでもそうなんかもしれないですけど、夜中の0時、1時やっていうのにね、このフロント会とかね、もう BGM がガンガン鳴ってるってことでね、パッと見てこう夜やとは思わんぐらいね、結構 BGM だけが賑やかですね。でもちろんこんな感じでね、誰もお客さんは一っ子一人ね、いないと、みんな部屋で寝静まってるような状態です。でまたね、近くにいろいろとお店もね、ケーキ屋とかお土産屋とか、まあいろんなお店あるんですけども、まあ当然全部閉まっちゃってますと。あとまあ日中ですね、ここら辺やっぱね、結婚式場も兼ねてるっていうこともありまして、やっぱね、華やかな格好をしたお客さんもね、結構いますし、やっぱね、こういったいいホテルってね、やっぱ客層がね、いいですよね。いわゆるこう、ウェイ系の騒がしいガヤガヤ連中っていうんですかね、うん、そういった人がね、少ないんで、なんかこう、落ち着いて過ごせるっていうんですかね。まあそういったのもね、こういった高級ホテルで、まあ時間を過ごすとかね、いうのもメリットの一つなんでしょうかね。まあこの後ね、また、夕方ぐらいにね、フロントにあります、まあカフェで、ちょっとゴージャスにね、ケーキ食べてたんですけども、まあそういったとこでね、こうくつろぐにもね、静かで落ち着いた雰囲気で、まあね、時間を過ごせるっていうのはね、まあいいですね。大人の時間の使い方、大人のお金の使い方って感じでしょうかね。はい。ではまあこんな感じで、ね、エスカレーター降りて1階ですね、ちょうど車できたら正面ね、フロントに着くところがこちらになります。全然通してね、まあ、白いデザインで、やっぱね、結婚式場という、基本こういった大きなね、いい感じのホテルは結婚式場を兼ねてるってのもあるんでしょうかね。こんな感じでね、綺麗な華やかなドレスとかも飾ってありましたと。でこちらは入り口からね、フロントに行くまでの映像です。右手が階段、左手がエスカレーターとなります。そして今回ね、泊まったのが12月の7日ということもありましてね、もう間もなく、ね、クリスマスということで、ね、ホテルの中はね、結構いったクリスマスの飾りがね、結構ありました。クリスマスツリーとかもね、飾っててありまして、まあまあ僕らにはなかなかあまり縁がないというか、関係ないというか、実に不愉快な日がね、だんだんと近づいてきますね。はい、あんまり関係ない話でした。はい、まあこんな感じでね、やっぱり大きなね、クリスマスツリーがあると、なんか、あ、来たって感じがしますね、クリスマスが。そしてチェックイン終わりまして、ね、この間ゲットしました、ね、SPG スターウッドプリファードゲストカードということでね、そちらの特典ね、ゴールドエリートの特典でありますね、部屋のアップグレードね、今回ワンランクアップね、していただけましたということで、もともとがね、一番安い部屋ですね、スーペリアで予約してたんですけども、それがね、ワンランクアップしてデラックスに、してもらいましたと。部屋の方はね、こんな感じとなってまして、まあ、ダブルのベッドがね、部屋となってます。で、42平米の広さ。ね、こういったね、いいホテルね、これでもどちらかというと、まあね、狭いホテル方になるのかな、うん、分かんないですけど、それでもね、十分ね、広いですね。こんな大きなベッドと、なんかあとテレビ前に座るね、椅子とかね、うん、であと窓側にはね、ソファーとかテーブルとか並んでると素晴らしいね。でこちらね、やっぱ無料の水とかも置いてますね。こんな感じでね、いろんな備品類がね、綺麗にこういったキャビネットというんですかね、戸棚に収まってるというのがね、やっぱいいですね。でこちらの方は冷蔵庫、ね、有料のドリンクはね、結構少なめでしたね。前泊まった、ね、神戸ベイシェラトンなんかわっさーと入っててね、もう自分で買ったやつ入れられへんやんけーって状態だったんですけども、まあ、ここのはね、ほんま控えめでしたね。これはいいですね。ほんま飲み物、風筒ドリンクですね、と、あと水と、ビールのみでしたね、入ってたのは。
まあ、こちらもこういったね置き方一つ見てもね、なんかすごいおしゃれというか綺麗というかね、なんかこういいですね、なんかこういったホテルって感じがしてね。あとこういった無料の飲み物についてもね、まあ、紅茶コーヒーに加えて、まあ、レモンティーみたいなね、そういったアップルティーみたいな、そういったものもあったんで、ここサービスいいですね。このねガラスのテーブルがねなかなかおしゃれというかね、ほこり一つなくねもう綺麗にテカテカと輝いててね、いいテーブルでしたね。でこんな感じでねソファーに腰を落とすとこんな感じでね、まあまあゆったりとした部屋でいい感じですね。まあね、僕自身がもともとねもう安さを求めてて寝れれば十分やっていう考えで今までねホテル予約してましたんで、ほんまねこういうホテルおるだけでねもうなんかいいなーってね、素晴らしいわーって感じですね。はい、意味がわからんけども、こちらの方ね眺めはこんな感じということで、まあ、どちらかというとねこちら側はあんまな眺望が良くない部屋みたいですね。一応ねこのウェスティン淡路は V 字型ね、なかなか変わった形なんですけど、上から見ると V 字型をした建物ですね。でこちらの方はどちらかというとね、うん、和歌山とか、まあ、南側を向いてる、部屋になります。で北側を向いてる部屋でしたらね、もうちょっと明石とか神戸の街並みが若干ね遠目に見えるかもしれないんですけども、まあ、こちらの方はこんな感じでね、どちらかというと、まあ、海と、まあ、山がメインとなります。はい、まあ、ちょっと山もねいい感じに紅葉がね、うん、始まってるというかもう今最盛期なんかな、うん、なかなかねそれはこれで綺麗でしたね。はい、続いて収納関係ですね。こちらの方はクローゼットになります。でクローゼットもね全面鏡張りでなかなか撮影しづらかったんですけども、まあ、こんな感じでね結構広いです。右手に映ってるのがねよくビーチで使うビーチベッドみたいな感じのがねありますんで、まあ、こちらの部屋ねバルコニーがありますんで、そちらの方でね出して、まあ、転がるっていうのもねありかもしれないですね。まあ、この時期寒いんでそんなことしたら風邪ひくんですけど、まあ、春先、夏ね、とかはいいかもしれません。じゃあこちら洗面台関係ですね。こちらもね広くてなかなか綺麗ですね。まあ、アメニティもね、まあ、どこのホテルでも一緒なんですけども、なんかねこういったところはエーノンがなんか使われてそうな感じで、でシャンプーとかリンスもねエーノンがねエー匂いのが使われてるような感じなんで、うん、なんかいいですね。でもうここ最近というかここ10年ぐらい使ってないドライヤーもありましたと。結構このランクで体重計置いてるの珍しいですね。でこちらの方は風呂関係ですね。こちらもねビジネスホテルとは違ってちゃんとね体を洗う場所がこんな感じでありますんで、これも素晴らしいね。どうしてもねやっぱビジネスホテルとかは、まあ、値段が違うんでそもそも比較のするところが間違ってるんですけども、やっぱねやっぱ狭いですからね、バスタブの中で体洗うのね結構狭くて圧迫感があるんで、まあ、こういった感じでねのんびりゆったりと、ね、シャワーを浴びれるっていうのは素晴らしいですね。
はい、部屋の紹介はこんな感じで、あとはねちょっと夕食の時間までねホテル内を、まあ、散策ですね、ブラブラと歩いてみますと、話が脱線しますけどね、まあ今まではね12月23日が祝日だったんで、ね、年末クリスマスのまあ連休みたいな感じでね、なんかその分が過ぎると、ああもう年末やなと感じてたんですけども、まあ今度ね年号が変わって天皇の誕生日もまあ2月にね今度移るんですけども、まあ、その関係で12月ね祝日一切なしということで、なんかね、うん、違和感というかなんか物足りなさ感がありますね。はい、で話を戻しまして、時間がねちょうどあったのと、今日お昼ねなんだかんだで食べてなかったので、まあ、フロントにあります横のねカフェで優雅にねちょっとお茶をしばいてきました。こんな感じでね吹き抜けの、まあ、カフェになってまして、まあねすごい落ち着いた雰囲気といいますかね、居心地いい空間ですね。人がね結構通るような場所にあるにもかかわらずね、落ち着いて時間をね過ごすことができましたと。でね、こちら頼んだのが焦がしキャラメルラテとロールケーキ、ね、セットでね、1100円ぐらいだったかと思います。このロールケーキもね、ほんまいろんな具と言いますか、中にねフルーツとかね、うん、栗とか豆とかが入っててね、なかなかボリューミー でこちらのね焦がしキャラメルラテっていうのもね、なんかクリームブリュレみたいな感じでね、表面に、うん、カッチンカッチンのね甘いやつが乗っててね、これをパリパリ食べながら時折キャラメルラテを飲みながらみたいな感じで、なかなかね変わった飲み物食べ物でしたね。なかなか美味しいですねこれも。そして何よりそこにねめっちゃ甘い砂糖と言いますか、それが溜まっててね、後半めっちゃ甘かったですね。なんか糖尿が加速しそうな感じの飲み物ですね。そしてSPGアメックスでね、まあ、ゴールドエリートの会員になれるんですけども、その特典としてねこういったレストランでの飲食が 15% 割引に、ね、なるというね、まあ、素晴らしい特典がねついてるんですね。まあこの後行く、まあ、日本食のねレストランもそうなんですけども、このカフェでのね1100円のこの、ね、ケーキセットもですね、まあ、そのおかげで 15% 割引ということで、結構ね 15% 地味にねでかいですよね。こういったレストランって結構ねプラスサービス料とか、うん、消費税とかつくんでね、結構こう値段よりも 1,2 割高くなるんですけども、まあそれがね、うん、15% 割引されてちょうど値段通りとなるような感じになりますんで、結構大きいです。そして夕食の時間ということでね、まあ今回のね来てる目的は、まあ、泊まることということでね、うん、プラチナエリートを目指すための宿泊ではあるんですけども、せやから言うて、まあ、ケチってね食べ物を例えばコンビニ弁当で済ますっていうのもねちょっと味気ないということでね、レストラン、うん、ホテルの中にあります日本料理のレストランアワミ、そちらの方でこんな感じでね懐石料理をいただきますと、はい、こんな感じでねやっぱ和食いいですね、うん、ちょくちょくね食べる機会が増えてきましたけど、まあねこういった感じで、まあ、和食洋食限らずねコース式でね一品こう提供されるっていうのはね、うん、いいね、なんかすごい高級感あふれるということで、料理をね一品解説するのも、まあ、見てる側からしたらポカーンって感じもしますしね、まあ、こういった料理って定期的に中のメニュー変わってるでしょうから、あんまりね、うん、この料理は何でこう美味しかったって言うてもあまり需要はないかなと思いましたんで、まあ、サクッとね、まあ、前菜と、まあ、煮物ワン、そして刺身、ね、焼き物、肉関係、そして揚げ物、ご飯、そして赤だし、最後に、まあ、水菓子って感じでね、まあ、今回頼んだのは兵庫五穀物語地産地消寿司懐石ということで、まあ、こちらね淡路ということもありまして、淡路のね、まあ、名物とか、近くで取れるものをたっぷりねふんだんに使った、コースとなります。まあ、特にねやっぱこの時期、うん、
フグですねが有名だったのと、あとまあ玉ねぎとかもね結構たくさん使われていましたね。はい、でお腹いっぱいになりまして戻りますと、で今回の先ほどのコースはね12,000円ということで、まあ、それに消費税あと 15% 割引ですね受けまして、あと飲み物ね日本酒の飲み比べのセットですね頼みましたんで、合計でね14,000円ほどでした。そして部屋に戻りまして、窓から見える夜景はこんな感じということで、まあ、iPhone のねカメラ性能がいいおかげでこんな感じでねいい感じに見えるんですけども、まあ、実際肉眼で見るとねあんまり、大したことないですね。真っ暗というかかすかに明るいかなといった感じでした。そして夜食ということで、まあ、日中にねホテルの中にありましたケーキ屋で買っておいたチョコレートケーキをいただきます。部屋の中にあった同じくコーヒーですね、そちら入れてねこんな感じでウェスティンって入ってるねケーキ、結構固め、全体的にスポンジとかクリーム全部固めだったんですけども、まあこれこれでねなかなか甘くて美味しかったです。そして一夜明けて帰りますと、この日ねもうほんま日中というか昼の3時から用事があったんで、もう速攻で帰りますということでね、まあ朝起きたらこんな感じでねいい天気快晴でね、あちょっとねこの周り近場ちょっと観光して帰りたかったんですけども、まあちょっと予定があるからしゃあないということで、まあね速攻で帰りましたと。あであとねこちらの方ちょっとねこんな感じで結婚式場のチャペルね覗くことできたんで見てきました。いいですね、結婚できるもんならしたいんですけども、なかなかそういった機会にね巡り、会えないんですけども、まあこんな感じでねこういった結婚式場もねなかなかいい雰囲気でした。はい、ということでまあねこんな感じでプラチナチャレンジ第1泊目ねウェスティン淡路宿泊してきましたと。はい、今後ねあとこんな感じでシリーズあと残り15回続くのかどうなのかわからないんですけども、まあ順次ね余裕があれば動画作っていきたいと思います。あこちらの方ね最後お昼ご飯姫路駅で午後カレー食べて家に帰りましたと。さということで今回以上で終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。